3日、世界陸連 WA コンチネンタルツアーシルバーのイスタフがドイツベルリンで開催され、女子5000メートルではブダペスト世界選手権1万メートル銀の L。ギデイ、エチオピアがパフォーマンス世界歴代4位の14分8秒79で優勝した。 女子走り高飛び、マフチフが今季世界最高タイの2メートル2で V 男子100メートルはコールマンが9秒83でセースマイ DL アモイギデーは1万メートルの世界記録保持者、29分1秒3で5000メートルでも今年 F。キピエゴン、ケニアが14分5秒20をマークするまで世界記録を持っていた。女子円盤投げは V。オールマン、米国。 が今季世界最高の70 47で勝利男子棒高跳びではアジア記録保持者、6m0、23年でブダペスト世界選手権銀メダルの E。オビエナ、フィリピンが 5m92 で、女子 100m ハードルはブダペスト世界選手権金メダルの D。ウィリアムズ、ジャマイカが12秒71、プラス0.5で勝っ